あんたたち二人、うちのあんちょの恥の味。17歳。中学からキャバ嬢は当たり前だよね。沖縄が抱える問題、そのすべてが日常だった。なんでわんが金型さんと行け。あんたの娘でしょ。キャバクラでも何でも働いてちゃんと稼ぎなさい。これは警察ですけど、あんたの子供でしょ。どんな人暮らしてるの。会うのお金、生活、健吾。あ、しっかりして。普通がわからん。子供のこと考えないとね。健吾もあんたみたいになってしまう。何それ。大丈夫か。逃げることすらできない彼女が最後に選んだ未来とは。どっか行きたい、遠いところ。